Bonjour, c'est Peggy. こんにちは、ペギーです。本日の動画では、フランス語の un と un の2つの発音について3分で説明していきたいと思います。フランス語の un と un という2つの音は、ネイティブの人にも区別が難しい2種類の音です。かなり細かい部分なので、日本人の皆様は無理に覚える必要はないと思いますけど、まあ、地方や方言によって un という音に統一されていることもあるので、少なくとも un という音の方は覚えておいた方がいいと思います。まずは un という音です。un というのは un や um と書かれている音です。これは唇を軽く前に突き出して、小さなおを言うような口で un と鼻腔を響かせて発音します。例えば数字の un、1という意味ですね。un や lundi、lundi の中にも un という音が出てきます。続いて、アンという音です。アンというのは、UN 以外の綴りを持つ音です。例えば、IN や AIN、EIN など、このような綴りが存在します。これは口を A のような形でビーッと横に開いて、アンと鼻腔に響かせるように発音します。笑顔をイメージするのが一番わかりやすいかと思います。例えば、Le matin、朝、Du pain、パン、Important、大切、une ceinture、ベルト、これらの言葉に un という音が出てきます。それでは練習してみましょう。brun、brun、brun というのは褐色の茶色のという意味です。そして brun というのは細い茎や若いのことを指します。un parfum、une fin、un parfum というのは香水、une fin、というのは、飢えや空腹のことです。inopportun、une teint、inopportun というのは、タイミングが悪いことを指します。une teint というのは、色、特に、まあ、肌の色のことを指します。ちなみに、inopportun の一番最初の in の部分は、un とは読みません。なぜなら、n のすぐ後に母音の o が来るからです。なので、inopportun ではなく、inopportun と読みます。une jungle, chindre. une jungle というのはジャングルのこと。chindre は埋め句です。comment, demain. comment は共有の共通の。demain は明日という意味です。un emprunt, une empreinte. un emprunt というのは借用や借金。une empreinte は跡。足跡も une empreinte と言います。それではまとめです。フランス語の un という音には un と un の2つが存在します。基本的に un という音は un や um、un という音は in や ain、ein で記されます。日本人の方にはもうこの違いを覚える必要はないので、あくまで豆知識として覚えておいて、この音が出たら un とだけ読んでおくことにしましょう。それでは、merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。